区竹山学工業株式会社プレゼンツスペシャルトークショーと題しまして、格闘ゲームの未来を始めてまいります。進行を務めさせていただきます吉川と申します。どうぞよろしくお願いいたします。拍手少ないですね。いやいや嘘です、嘘です。さあこれからねスペシャルトークショーを始めてまいりますので、ぜひ皆さん気軽に竹山市の前お集まりいただきたいと思います。そしてもう早速本日のゲストにはこちらのね、お席についていただいております。ご紹介いたします。現在の格闘ゲームの原点と呼ばれるストリートファイター2の生みの親、株式会社アリカ代表の西谷明さんです。よろしくお願いします。さあそしてお隣ですね、今年の5月に開催されました日本プロ野球機構様と大人気ゲームスプラトゥーン2を連動した e スポーツ大会 NPB e スポーツシリーズスプラトゥーン2をはじめとするさまざまな e スポーツシーンに積極的に取り組んでいらっしゃる株式会社 DNA ゲームエンターテインメント事業本部エレクトロニックスポーツ総合管理部部長エグゼクティブプロデューサーの杉山浩一さんです。お願いいたします。長いですね。長いですね。よろしくお願いします。さあそして格闘ゲーム世界三大大会となるエボ、エボジャパンカプコンカップを制覇した唯一の格闘ゲームプレイヤー、そして会社を経営しつつゲーミングチームシノビズムゲーミングのオーナーも務めていらっしゃいます、株式会社シノビズム代表桃地選手こと桃地雄介さんです。よろしくお願いいたします。はい、ということで、今回お集まりいただいた方々には昨今大きな盛り上がりを見せている e スポーツの格闘ゲームジャンルにゆかりのある3名の方なんですけれども、今日はこのメンバーで25年以上続く格闘ゲームの歴史から現在の e スポーツシーンに至るまでのお話、そしてこれからさらに盛り上がっていく e スポーツの業界、格闘ゲームの未来についてそれぞれの視点から語り合っていただきたいと思っております。皆様今日はどうぞよろしくお願いします。ザキングさん、じゃあお話しさあ、はい、ナイスシーユー。簡単にご紹介させていただいたんですけれども、改めて、お三方からご自身の簡単な経歴とまた現在どんなことをされているのかなどいろいろちょっとお話しいただきたいと思います。まずは西谷さんからお願いしましょうか。はい、はい、私はもともと働く前からゲームがすごい大好きでして、はい、ただのゲーマーだと思って。あ、そうなんですか。で、まあ、運よく、まあ、カプコンさんに呼ばれて、まあ、カプコンに入り、まあ、いろいろ、まあ、シューティングゲーム作ったりアクションゲーム作ったりしまして、まあ、先ほど紹介いただいたように、まあ、ストリートファイターズ作ったりして、でその後カプコンさんを倒しまして、まあ、今は株式会社アリカの代表取締役社長をやっております。まあ、ただやっぱりゲーマーもやっております楽しいですもんね。はい、今日はよろしくお願いいたします。さあ続いて杉山さん、お願いいたします。はい、私は社会人になった時に普通に知らない SE やってたんですけど、中学生の時とかはまさに西谷さんが作られたストリートファイター2ですね。ありがとうございます。高速違反を、まあ、上等でずっとゲーセン対応していまして、で格ゲーも好きでしたけどいろんなゲームも好きだったんですが、まあ、ゲームと仕事は別だなと思ってたんですけど、いつの間にかちょっとカプコンさんにお世話になることになりまして、その今隣にいらっしゃると大先輩の後を継いで、格闘ゲーム作ったりもしてまして、で現在はその DNA という会社で、まあ、ベイスターズとかその野球っていうかスポーツビジネスですねをやってるところと、やっぱりゲーム、ビジネス両方やってる会社さんっていうところでですね、まあ、なんか e スポーツっていうものをなんかうまくできないかなっていうので今試行錯誤しているという感じです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ最後に桃地さん、お願いいたします。はい、自分のゲーム好きです。出したよ。ずっとやり続けて今に至るという感じで、まあ、本日の竹田さんの今ユニフォーム、まあ、これ自分のユニフォームなんですけど、ユニフォームこうやってロゴも入れさせていただいて、バッチリアピールをしていただいて、まあ、これで大会に出てっていうので、まあ、本当に毎月海外に回って大会に出てっていう日々を過ごしつつ、あとは先ほどご紹介いただいたシノビズムという会社も経営しつつ、まあ、
ゲーミングチームを運営したりですとか、イベント運用したりっていうのも、プロゲーマーとはまた別に、まあ、ゲームに携わるという形で活動しております。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。あの西谷さん、杉山さん、そして桃地さん、実はお付き合いがすごく長いと伺っておりますので、はい、それぞれの出会いとあと3人の関係についていろいろと教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、そうですね、自分ですと、まあ、杉山さんと、まあ、もう自分がストリートファイター4の時ですかね、ストリートファイター4のタイトルをでもプロゲーマーになりまして、そこからまあカプコンさんとこうお付き合いの中で、まあ、その当時プロデューサーをされていた、まあ、杉山さんとこうお会いして、まあ、仲良くさせていただいて、そうですね、あの、はい、前名古屋に住んでて、はい、で仕事のためにというか配信が増えてきたら東京に上がってて、はい、そうですね、その時からあのカプコン TV と申し出るのがそうですね、そういう感じで付き合い始めました。なんであのうちに来ていただいてちょっとゴンスケそうなんですね、ちょっと遊んだりとかご飯食べたりっていうのもありつつ、でその流れで西谷さんを杉山さんからご紹介させていただいて、はい、みんなにご飯食べてっていうところから自分はご飯仲間からスタートしたんですね。でも私あの杉山さんと初めて会ったのは覚えてないですけど、なんかいつからでしたっけ、なんか普通に自然になんか触ってましたよね。僕も西谷さんといつどこでどうあったっけって覚えてないで全然覚えてなくてそうなんですよ、ね、その割には結構そうですね、ご飯食べに行ったりなんですよね。最初きっかけは分かんないですよ、僕もそれはきっかけは覚えてないですよ。2人とも覚えてるんで西谷さんが知ってるかなと思ったの、プライベートが覚えてないんですよ。まあ広いですね、プライベートもありますし、あとやっぱ何でも問題って、あの、まあ、一方で今回の勝負みたいなのが来たりすると大体言うじゃないですか、あるんですよね、あります。いろいろもあのアメリカを通じてエゴがあったんですけど、やっぱり会いましたし、会いましたね、そんな感じで、やっぱりご飯食べてました。そうですね、そうでしたね、そうでしたね。次のお題に行きたいと思います。さあ、とても仲が良い3人ということで、格闘ゲームの未来というタイトルでこれからお話を伺っていきたいと思います。今日はですね、ゲームの過去、現在、未来と大きく3つに分けた時間軸でお話をいただきたいと思います。まずは格闘ゲームの過去から参りましょうか。現在の格闘ゲームの起源とも呼ばれるストリートファイター2をお作りになられた西谷さんなんですけれども、どういったきっかけでこのゲームを作ろうと思ったのか、そこのところをちょっと教えていただいてもよろしいですか。そうですね、あの、まあ、まずなんですけど、今はもう普通に格闘ゲームってまあ普通に流行ってますし、みんながプレイされてると思うんですけど、やっぱりそのストリートファイター2ですね、作る前、まあ、出る前は、まあ、誰も対戦なんてやってなかったんで、まあ、そういうゲームがあまりなかったこともありますし、今ではちょっと考えられないぐらいない感じだったんですよ。ただし、あのアメリカではやっぱり違ったんですよね。ストリートファイター2の前の、まあ、初代のストリートファイターというゲームは、まあ、日本で対戦してる人は見たことないんですけど、まあ、海外では普通にこう対戦してみんな楽しんでたので、まあ、実際やっぱりやってみると非常にこう楽しいですよね、対戦するのって。カプコンのサンプルに行った時に、あのその会社があるのがあって、まあ、今度はそういうアメリカでもやってるから、そういう体制のゲームがあるのにいいんじゃないかとか、まあ、実際僕も海外に行ってメインしてるので、あ、みんな本当にすごく楽しそうにやってるから、大人と子供とか関係なく、ね、ワイフに行ってるので、あ、これはもうやっぱりすごい楽しいんだろうなと思って、で、まあ、実際私もやってみたら楽しかったですし、で、あのアスリートファイター2もだいぶまだ開発中の、まだあんまりそのゲームになってない時代とかでも、やっぱり対戦してみるとものすごく楽しいんですよね。夜通し開発でプレイしてるとかしてたんで、やっぱりこれはもう、まあ、こんなに面白いものがやらないわけないみたいな。たださっきも言いましたように、当時やっぱりあの、まあ、一応2人でできるゲームっていうのはありましたけども、そんなにこう日本人の数としてやっぱ東南
隣にこう座ってですね、プレー知らない人がプレーするなんてちょっとありえない感じだったんですよね。はい、なんかまあそういうこともあり、まあ、でもまあ面白いんだからいいだろうという感じで、まあ、作り始めたっていうのが結構きっかけかもしれないですね。はい、私はね、本当にお家で兄弟で対戦してるとか、そうですね、そうですね、はい、ゲームセンターで知らない子の隣に座るのちょっと考えられなかったですけどね。はい、はい、小持ちさんはいかがですか、はい、今のお話を聞かれて。そうですね、もう自分の世代の頃は本当に一つっていうことは文化になってたぐらいなので、もう割とこういった対戦ゲームですとか、まあ、ゲームセンターっていうのももう当たり前ではあったんですけど、まあ、先ほど西谷さんがおっしゃったようにストリートファイター1って、まあ、対戦もできるんですけど、どちらかというとやっぱり一人用で、まあ、そのコンピューターと戦ってちゃんとクリアできるかとかいいスコアを叩き出すというのが主流だったので、まあ、その対戦する楽しさっていうのを見出してやっぱり開発されたっていうのはもうなんか今となっては当たり前ですけど、当時はすごい発見だったんだなっていうのを僕自身思いました、ね。まあ、もう本当に何でしょう、ああいうゲームってリアル感するぐらいしか、そうですね、ゲームセンターだとやっぱりこう 対面で知らない人がいるので、ね、しかも昔ってそのやっぱり中学生とか行っちゃいけないって言われたらやっぱり喫煙できたりするんですよね。しかもあれですよね、ストリートファイターズの時はまだ対面すらなかったですからね、横対戦でしたからね。対面になってからでもなんか会社になってもできて、もう代用されたりとか、そういうなんかフィジカル対戦みたいなのが始まって普通でしたね。そういう時代が結構あったのも、なんか今オンラインとかちょっとやるかなみたいなのもあるんですけど、すごいやっぱりいい思い出があって、ゲームセンターで実況のお仕事したことがあるんですよ。そうなんですね。その時もやっぱり横並びでした。あ、その時代そうでした。こっち見てこっち見てっていうね、懐かしい時代ですね。今とは全然違う。そうですよね。なんか結構気軽にたくさんの人とオンラインでつながって戦って、ね、なんかコミュニティもできてみたいな、すごい楽しい感じになってきたなっていう印象があります、はい。さあ、過去の思い出は他にはございますか？スーパーファミコンのボタンが壊れるで、コントローラー分解して何かのパッドをこう書き換え、取り替えるとか、そういうヒントも打ってたりして、そんなありました、ありました、すごいマニアですね。めっちゃありましたね。懐かしい思い出もありますけど、じゃあ次続いては現在いきましょうか。はい、まあ、e スポーツという単語が出始めまして、ゲームを用いて人と人が対戦するということが、ね、競技とみなされるようになってきまして、世界ではなんと一つの職業として認められてくるようになりました。またオンラインプレイの日常化ですとか、ゲームプレイ配信の文化が急激に伸びて、そんな印象がね強くなってきたんですけれども、目まぐるしく進化していくこの業界、ゲーム、競技、配信を通してゲームをプレイする人について注目が集まってきたんですけれども、小持さん現在も現役プロゲーマーとして活躍されていらっしゃいますけれども、どういうきっかけでこのプロの世界に入ろうと思ったのか教えていただけると嬉しいですか？そうですね、まあ、先ほど過去の話からもずっと自分もゲームセンターでずっと育ってきた世代で、もう大人になってもずっとゲームセンターにいたんですね。まあ本当に、まあ、一般の方からするといつまで遊んでるんだっていうような本当に生活をしてたんですけど、まあ、でもやっぱりすごいゲームセンターですとか、まあ、格闘ゲームっていうのがどうしてもやっぱり離れなくてですね、まあ、でもいつかは、まあ、離れて普通に仕事をして家庭を持ってってなるんだろうなっていうふうに漠然と生活はしてたんですけど、まあ、その中で2009年ですよね、もうちょうど10年前ぐらいに、まあ、梅原さんっていう、まあ、格闘ゲームとして初めてプロゲーマーになられた方が、まあ、その2009年に、まあ、海外の企業にスポンサードされてプロゲーマーに
になったんですけど、まあ、その瞬間に自分の中で、あ、この自分の好きなことをこう仕事にしていいんだとか、もうこのままゲームをもしかしたらやり続けることができるかもしれないっていうのを、その当時やっぱりすごい衝撃を受けて、まあ、そこからじゃあ自分もちょっとその道に行ってみようっていう、プロゲーマーになってみようっていうことで、まあ、活動を続けて、まあ、そのまま2011年ですかね、2011年の夏頃に、まあ、海外のチームから声をかけていただいて、まあ、プロゲーマーになることができたっていうのが、まあ、中間ですよね。日本でほとんどプロゲーマーという職業が認知されていない中で、その職業をやるって決めた勇気ってすごいですよね。でもその自分からするとゲームをやめることの方がすごい勇気の決断だったので、その続けれるってなったら、もうその挑戦っていうよりはもうなんか本当嬉しい、これでいけるんだっていう、すごいやっぱあの普通の感性じゃないですよね。その当時プロゲーマーになろうって思った人はちょっと頭がちょっとぶっ飛んでたかもしれないですね。親御さんは何も言われなかったんですか？いや、まあ、その今妻のチョコが、まあ、当時一緒にプロゲーマーになって、まあ、当時はまだ結婚してなくて、まあ、お付き合いしてる状態だったんですけど、まあ、やっぱり向こうの両親が娘さんですし、はい、なかなかやっぱりそのゲームっていうところに対してもやっぱりちょっとどうなんだっていうようなちょっとイメージ丸つけないっていうのがあって、まあ、プロゲーマー大丈夫かっていうのはやっぱりちょっとありますね。まあしょうがないですね。そうですね。しょうがないですけど、まあ、でもそこは自分たちの頑張りっていうのを、まあ、ずっと見せ続けたりですとか、まあ、こうテレビに出たりとかイベントに出演した情報とかもこういうの出たんですよっていうのをちゃんとご報告、リリースをちゃんとすごい褒めですね。他の方に出したことで結構やっぱテレビとかもすごい喜んでいただける世代でもあるので、すごくいい話ですね。そうですね。そしたらすごい、あ、頑張ってたな、なんなら大会どうだったんだとか、向こうから聞いてくる、向こうからちょっと聞いてくるぐらい応援していただいてるっていう、あ、よかった、いい状況ですね。桃地さんのおかげで結構、まあ、YouTuber に並んで結構人気のある職業になってきてますね。そうですね。今、子供のなりたい職業、日本が1位が YouTuber で、2位がプロゲーマーです。へぇー。2位まで、ね、すごい。はい、すごい。でもさ、どうやってなったらいいのかね、まだちょっとわからないなって思ったけど、今日は平日に子供たちいませんみたいな。初めて参加をした時の話などちょっと含めてお話しいただいてもよろしいでしょうか。1回目初めて、はい、体験というのはプロゲーマーとして、はい、そうです、もう全部含めて、はい、もう本当にちょっと過去の話に戻る感じですけど、ゲームセンターですね。ゲームセンターのもう本当に小さい大会、本当に 4,5 人で、もう同級生、決勝同級生ありました。昔ありました。ちょっと撮影があって。なんか大会からそうなんですね。これなんか商品とかあったんですか？いや、商品はないです。本当に昔はもうチート、名誉者みたいな。それが強いですよ。名誉者みたいな。クレジットみたいな。そういうところもありましたね。そういうところもありましたね。ダメなんですか？飲むとかじゃないですか？そっか。基本的にはそうですね、ゲーセンのチャンピオン、街のチャンピオン、そんな感じですよね。この辺集まりですね。そうですね。なんかお二人はそういった大会とかあるので、やっぱゲーマーの頃っていうのは
昔の頃はほとんどなかったんですね。だから再開してる頃が分からなかったんですよ。作る前の頃ももちろんゲームやってましたけど、はい、ほとんどなかったんですね。ハイスコアボードがゲーセンにて設置されていて、あった、それはやってましたけど、それはさっき杉山さんちょっと言ってましたけど、遠征してそのハイスコアボードを書き換えて戻ってくる、こう道場破りみたいなことはしょっちゅう言ってましたけど、遠征っていう面をよく聞きましたね。確かに僕はあれですね、ちょっとみんなとこの間エボを参加しました。参加されたんですよね。鉄拳セブンで成績はいや、あのルーザーズ3回戦で負けました。ちょっと来年はちゃんとプール抜けられるように練習しようかな。ストリートファイター出るとちょっといろいろ、いや別に聞かないですか。別にいいじゃないですか。怒られんじゃないかな。あとなんか結構街のゲーセンで考えるようになって、鉄拳、はい、実は昔からストツボ鉄拳をずっとやってたんですけど、新宿なんかに新宿もないんですけど、タイマックスっていうやつがありましたね。タイマックスありました。あそこで結構今、当時は鉄拳の聖地になったんですよ。はいはいはい、そうでした。おそらくあそこでなんか活躍した鉄拳衆って言われてた人たち、まあ、マンチトーだ、マンチトーっていう人たち、あ、マンチトーありましたね。まあ、女性一人いたんですけど、橋本さん、その4人が当時なんかバンナムというか、なんていうか、一応なんか調整班みたいな感じで採用されて、ゲームで飯食ったっていうその定義のプロゲーマーだったら、日本じゃ彼らが最初なんじゃないかな。ああ、なるほどなるほどなるほど。っていうイメージがありました。どれくらい前の話ですか、それ。やばいでしょ、クライマックスじゃないですか。いや、だから、25年前ね。そんなにじゃないんじゃないですか。いやいや、そんなもんか。うん、だって鉄拳2とか3とかの時代ですもん。あ、じゃあ、じゃあそうだ。うん、まあ、今はもうちゃんと、ね、賞金がすごいですけど、だからその今でこ そ, そのゲームでご飯食べようと思ったら、まあ、いわゆるそのプロゲーマーということで、まあ、ゲームの技術スキルで大会に結果を残してっていうところだったと思うんですけど、本当に一昔前、自分もちょっと考えましたので、ね、ゲームでなんとかご飯は食べたいなっていう思いは、そのプロゲーマーが出てくる前はあったので、まあ、それこそゲーム会社ですとか、ああいったなんか攻略記事を書いたりとか、まあ、ゲーム雑誌とか、ライターさんとかっていうのは、すごい、そのゲーマーは憧れの職業でしたね、当時は。そういう意味では、ちょっとね、今の時代の大越さん、羨ましいですね。私もプロゲーマーになりたかったんですよ。だからそういう環境が、まだ遅くない。まだ遅くない。頑張ります。頑張ります。だからその自分のちょっと上の世代ですよね、その40代の方とか30代後半の方っていうのはやっぱりすごいその時代がちょっと早かったなっていう方いますよね。そのもう本当にすごいスキルを持っている方とかもいらっしゃるので、あ、まあ、時代が時代なら本当にプロゲーマーでバリバリやられたんだろうなっていう方は多いですね。確かにそのプロゲーマーになるこう資質というかこうセンスみたいな、はい、やっぱりもともとあったと思います。ないと無理だと思います。って難しいですよね。結構そのやっぱ練習量ですね。うん、だからゲームをやっぱり好きっていうことは一番の才能だと思いますね。やっぱりどこかでゲームを嫌いになったりとか、うん、離れてしまうと、どうしても続かないと思うので。でもかなりの練習量じゃないですか。そうですね、練習量辛くなってきて、いやもちろんあるんですけど、まあ、大会に負けた時とか、まあ、練習したくない人ももちろんあるので、まあ、そこで嫌になることもあるんですけど、なんだかんだやっぱり好きなのでやり続けれるんですよね。まあそのまあ、いい意味でゲームくるりというか、はい、ちょっとおかしいっていう人がぶっ込んでる人がやっぱり最初の方でプロゲーマーになった人はやっぱりもうゲームジャンキーというか。今プロゲーマーと呼ばれる方って何人ぐらいいらっしゃるんですか。どれぐらいいるんですか。それがいるのかな。数えきれない。プロゲーマーのプレイキング。あ
ライセンス持ってる人とか、もう、まあ、そうですね。もう、またもうしかプロじゃないし。確かに、確かに。まあ、あと、普通になんかスポンサーと受けてるだけでも、プロゲーマー、お金もらってる方はプロとか、それはお金じゃなくて、VIK とか、その、バリューインカインドって、こういうなんか、もので提供してっていうのも、それもなんか一応、スポーツ業界でもやっぱりプロとして、そこまで結構、いや、そこまで含めるともう数千人はいかないかな。3桁は余裕で、まあ、もちろんです。4桁とか、いかれないぐらい。そう考えると、野口さんってすごいですね。当時は本当に5人とかしかない。5人とか6人とか、もうなんか10人以上になったもんね。そうですよね、最初そうでしたよね。本当に最初そうでしたよね。そうでしたよね。いや、でもなんかすごい、ゲーム業界というか、まあ、ゲームをする人たちもすごく活性化して、増えて、この人気がね、この数年ですごく爆発的に来たなっていう感じがしますけど、いかがですか？現在のゲーム業界。とてもいいと思いますよ。まあ、先ほどなんかちょっとおっしゃられてましたけど、はい、通信で対戦が割と気軽にできるようになったっていうのはすごくでかいと思うんですよね。やっぱり対戦ゲームってなんかそういう意味でなんだろうな、ハード的な、なんかブレイクスルーみたいなのがやっぱりあって、まあ、最初の疎通の時はまあ横並びだったんですけど、まあ、さっき杉山さんちょっとおっしゃられてましたけど、対面会、誰が発明したのか未だによく分かんないんですけど、誰が作ったのか、あれを発明した人すごいと思うんですよ。あれのおかげでものすごく知らない人でも対戦しやすいのに、でまた近年、ここほんと数年ぐらいになってからやっぱり通信ができるようになったので、それですごくこう、まあ、家でもやってますし、まあ、ゲームセンターでも他のゲームセンターと通信対戦もできますし、ゲームセンターでオンラインで対戦ってすごいすごいですよ。だから衝撃、あれ最初鉄拳ですよね、びっくりしたんですよね。やっぱりゲーセンのインフラってそこまでリアルタイムに向いていないので、そうですね、よくやったなと思って、やっちゃったら、うん、当たり前のようになっちゃって、みんなやらざるを得なかった。そうなんですよね。その辺がやっぱり今の環境はどん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 良くなってるし、あとなんかこの間のエボのアキスさんの方優勝されましたよね、アルスラムさん。あ、アルスラムさんだ。そうだ、やばいっすね。そう、そういうふうにいろんなところからどん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 進みが広がってきて、まあ、気軽にできるようになったおかげなんでしょうけど、知らないところからもまだまだ我々も知らない強い人たちが出てきて、すごい面白いですよね。この面白い話で、そのパキスタンでいうと結構時代に逆行はしてるんですよね。そうなんですか。その逆にオフラインなんですよ。パキスタンだと、そのなかなかそのインターネットで対戦っていうのがそこまで普及してなかったりとか、ああいったその、まあ、パキスタンっていう場所が、はい、まあ、そのいわゆる情勢的にあまり、まあ、まあ、あまりっていうところで、はい、子供の遊ぶ場所が外じゃないんですよね。なかなか子供が外で遊びづらい場所でも治安的なあれで家でゲームをするっていうのが結構流行ってるらしくて、なんかそういったその文化が発展していない、オンラインとかがなかなか発展していないゆえに、オフラインですごい密度の濃い練習をしている地域からすごい逸材とかが出てるっていう、なかなか面白いですね。じゃあゲーセン組の方が強いってことですか？ありえます。ありえる。これはちょっと未来にもつながる話になってきそうだなとは思います。あえてのオフライン、まあ、でももちろんそのオンラインでの良さっていうのもあるので、はい、杉山さんはいかがですか、現在のゲームの評価とか、またゲーマーの方たちの思うところ、感じるところがありましたら。めちゃくちゃあるんですけど、はい、たくさん喋っていただいて大丈夫です。時間大丈夫。はい、大丈夫です。プロゲーマーっていうものと、はい、YouTuber とか、まあ、ストリーマーで、ゲームを配信してる方の差って何だろうなって最近よく考えます。はい、まあ、多分大塚みたいなプロゲーマーっていう人たちは、とにかくその腕前を磨くというか、強くてなんぼ。で、プロだから金稼ぐじゃんみたいな、そういう流れがあって。まあ、ストリーマーとかってやっぱりその、インフ
フルエンサーマーケティングとして、はい、ちゃんとあの数字取れるかな、いいローションと思う。でそれってなんか絶対真逆に言ってると思うんですよ、うん、なんかその、まあ、後で多分未来の話みたいなところにつなげなきゃいけないんですけど、ただそうなった時に、この人たちが、強くてにあの面白ければいいのか、面白くて、まあ、腕前そこそこなのがいいのかっていうところはちょっとしばらく考えなきゃ、まあ、これプレイヤーの皆さんも含めて考えなきゃいけないのかのを見た時に、あとはそのソフトゲームのなんかこの未来って今回のテーマを聞いた時に、何をこうなどんなコンテキストでこのなんかテーマを決められたのかなっていうのを考えたんですけど、まあ、格ゲー最近なんかシュリンクしてるよねって話をしたいのかなと思って市場ちっちゃくなってるよね、はい、でもなんかとはいえ鉄拳セブンとか300万本売れてるから、そうですね、決してなんかそのグローバルではちっちゃくなってるわけではなく、で、あの賞金も上がってるんですよ、ね、かつなんかその格ゲー自体がじゃあつまんなくなってきたかというとめちゃくちゃ面白くて、うん、で何が面白いかってあのなんかなんていうか麻雀みたいな中毒性というか、はい、あの1試合がなんか3分とか5分とかで終わって、うん、くっそ悔しくって負けても悔しいからリベンジしたいし、勝ったら気分いいからもう一回やりたいんですよ。でこれなんかすごい中毒性があってですね、止まれないです、止まれないですよ、はい、だからあのそれをなんか知ってしまったらなんかうずうずしてくるんですけど、それをなんか知る術がするまでのこうなんかプロセスがすごい長くて、そう動かせるまでに修練が必要とか、そこら辺のなんか問題、あとは、スマホとかで絶対遊べないんで、あのそのハードウェア的な問題と、なんかその格闘ゲーム習得するまでの、楽しくなるまでの、その時間が長いっていうところ、これが他のゲームに負けてるところで、ここさえクリアすれば、あのもっと明るい未来が広がるんじゃないかなと思ってます。そうですね、そうなんですね、敷居がちょっと高いんですよね、いけないですね。でもその習得しなくても面白いっていうのも良さだと思います。そうなんですよ、昔はそうだったんですよね、ガチャプレイガチャガチャやってるだけなんですね。そうですね、だ今だとそのやっぱ習得もそうですけど、そもそも触る機会が減ってるっていうのが、だからその格闘ゲームの面白さとか中毒性ってもう一つで完成してるんですよね。そうですね、もう完成してて、で当時ってやっぱりそのスマホもなければ、うん、インターネットも全然ないし、はいはいはい、他の娯楽ってもう外でサッカーするとかだったんですけど、そうです、まあ、そこでゲームセンターもあって、うん、ゲームセンターで一つをするっていうのが、うん、まあ、子供たちにとってもすごい娯楽、うん、びっくりするような遊びだったんで、うん、そうですね、あんなでかいキャラが動いてる筐体もなかったですね。当時だからあんだけ容量使って、あんなにでかいキャラやったのは、まあ、みんなよく頑張ったのと思いますよ。本当にすごいですよ。よく作ってくれると思いますよ。いろいろね、ゲーム業界の現在の状況とか、まあ、面白いお話もいただいてるんですけれども、未来もちょっとお話ね聞いていきたいなと思います。未来についても多分ね、いろいろと思うところがあると思いますので、過去現在を通して格闘ゲームの未来と題して、どのような形を迎えるのか、それぞれのお三人の視点からお話をいただきたいと思います。格闘ゲームとコミュニティと大会の関係についてどのような未来が想像できるのか、杉山さんからお話しいただきたいと思います。はい、コミュニティですよね、うん、コミュニティの平均年齢が高いんですよ、格闘ゲームはおっさんばっかなんですよ。本当にいいじゃないですか。いやいや、スポーツ業界と一緒で、そう、若い子が入ってこないと、やっぱ厳しいじゃないですか。だけど若い子が何に触れるかっていうと、 YouTuber とかインフルエンサーに触れて、はい、やっぱり彼らは出たゲームを誰よりも早く発信して数字を稼ぎたいから、そうなると習得の難易度の低い、あるいはその横カニ歩きの効くあの FPS だったりとか、そっちのなんかカードゲームとか分かりやすい方に でそっちでやっぱり配信するんです。でそれをみんな見てそっちに影響されてっていうことになるから、結構格ゲーを、まあ、まずさっきモーチ君言ったみたいに結構触れる機会がない。であとはやっぱり直接的なそのラグビーとかっていうのをやった時の、その負けた時の衝撃っていうのに耐えられるメンタルが
それ思います。そうそうそう、残酷ですよね。勝つのも嫌たまにいますよ、ね、そうそう、勝っちゃうのも相手に嫌な思いをさせたから、そこまで面倒くさい、優しい、優しい、優しい、たまにいるんですよね。で、まあ、そこら辺を、まあ、なんかその見せ方とかいろんな表現の仕方でなんとかなると思うんですけど、やっぱりその大きく、まあ、そのどうやってさっきの、中毒性とか本当にゲームの面白さっていうのを知ってもらうかっていうのはもう本当に口コミしかないから、さっき口コミ大地くん言ってた、オフラインっていうのはすごいあれで、なんで僕今回鉄拳で英語出たかっていうと、そのうちの面チームというかその部門の子たちに、まあ、そのいろいろ e スポーツのイベントをやるキーマンの子たちを英語に連れてって、まあ、世界最大 の格闘ゲームイベントを見て来なきゃダメでしょっていうんで引率で行ったんですけど、なんかただそれだけだと経費無駄遣いかなと思ったんで、前らなんか参加しろと、うん、でそうした時に全員なんか鉄拳やるっていうか、じゃあ練習付き合うよって感じでやって、でそれでお前ら一生住まない帰ってくるんだよってアメリカ残れよって話でした結局なんかみんな一人だけなんかルーザーズ1回戦で2回戦で負けて、あ、人は一生もできずに負けて、そこら辺で野良でやってたところで帰らせて、それで勝たせて帰ってきたんですよ。でそれの練習、まあちょっと2週間ぐらい前からやってたんですけど、そしたらその子たち格ゲーなんてもうほぼやってなかったし、昔やってましたみたいな子がいたんですよ。ただなんかハマっちゃって、なんか今ライフワークになってます。それって結局なんか隣でやってる人とか、知ってる子でやってて、はい、でそれがなんかライフワークになるっていう、こう実例が僕の中でできたんで、あ、そういうのは細かいコミュニティをつないでいく形っていうのは一つヒントになるのかなと思います。西谷さんはどうですか、格ゲーの未来。そうですね、やっぱりちょっとさっきも話しましたけど、はい、私もっと広がってほしいですよね。まあ、ネットももちろんありますし、まあ、すごい、まあ、なんですかね、そのちょっと昔より入りやすくなっている。で、まあ、杉山さんもおっしゃるように、その最初のやっぱなんか触るための敷居の高さっていうのがね、やっぱりそれはもうどうしたらいいか正直わかんないので、まあ、下げる方法論もすごいいっぱいいろいろあるんですけど、どうしたらもっと広まってくれるかなっていうのはやっぱ常々思ってますね。はい、どうしたらいいですか。その話で言うと、触っってもらう敷居を下げるっていうのが、最近の格闘ゲームだと難易度を下げるっていうやり方をやろうと思ってるんですよね。やろうと思えばできるんですけど、やっぱ違くなっちゃうんですよね。その難易度を下げるって触ってもらう方法としてはちょっとアプローチがずれてるっていうのは、簡単だから触ろうっていうふうにならないんですよね。多分触ってその面白いかどうかっていうところで、まあ、まずは触ってもらうっていうところなんで、簡単かどうかっていうのは極端に言うと関係ないので、で、なんならその簡単になってシンプルになったことで、上級者とかがこうプロゲーマーとかがこうやり込む時間をかけてスキルを習得するっていうところもできなくなってるんですよ。そこまでこう奥が深いゲーム性じゃなくなったりとか、まあ、本当に1週間ぐらい触ればもうある程度のもう9割以上のスキルは身についてしまってっていうところが最近のゲームにちょっとありがちな傾向なんで、まあ、割とそこはなんか今後変わってほしいなっていうのはちょっとありますね。もちろんそのいろいろ試行錯誤する中でちょっとゲーム性がシンプルになるっていうのはあるんだと思うんですけど、単純にその初心者に優しいゲームをしたら人が増えるでしょっていうのをちょっと違うやり方というか、杉山さんもそうですけど、作り手としてそれはもう本当にその通り、別にやろうと思えば簡単にしたことはできるんですよ。できるけど、いつも思いついてはこれ違うよなってなるんですよね。最初の等身伝で、さすがボタンみたいなありましたね、ありましたね、ありましたね、使わないそういうの大越さんおっしゃる通りで、はい、じゃあそれでやるのかって言ったら、触らなかった人が触れてくれるきっかけにはまあ、まあ、ならない。そうですよね、はい、そうですね。だからきっかけで言うと、例えばその電撃だったり、はい、P4U だったり、はい、今回、はい、まあ、グラブルとかもそうですけど、はいはい、なんか
IP ファンで、はい、この子、ね、このキャラ使いたいっていうのを、ああいうのもっと増えるといいですよ。そうなんですよ。それは分かるんですよ。なんかスマブラがまさにですね。だからもうスマブラは割と今、まあ、理想の格ゲーというかですね、はい、かなりしっかりしてて、まあ、間口がすごい広いんですね。いろんな IP のキャラクターがいて、でかつすごい簡単なんですよ。そうですね。すごい簡単で爽快感、倒した時の爽快感っていうのも分かりやすいんですけど、めちゃくちゃ難しいんですよ。やり込もうと思ったらめちゃくちゃ難しくて、そうですね、なんか手触り感みたいな非常に簡単というか、そうですね、だけどちゃんと勝とうと思ったら、さまざまなこう褒め技を駆使して、まず初心者帰ってこれないそう飛ばされた。で無理に押すと自分持っちゃったりとか、そうですね、この辺の勘どころは実は結構、まあ、そうですね、はい、あのバランスっていうのがすごい、ね、今後ストリートファイターとかでも出てくるとやっぱりいいなっていうのは思います、ね、そうですね、だからなんか昇竜拳と波動拳のコマンドを削除しましたとかって、はい、何かねない勢いなんで今なんかそれだとこのゲームでは削除しましたでもそのストリートファイターって言えばやっぱりこの波動拳昇竜拳っていうコマンドっていうのは伝統だと思うんで、なんかその文化はストリートファイターで言うと残してほしいなっていうのはちょっとありますね。未来に期待すること最後に一言いただきましょうか。なんかあのなんだろうな、ちょっと言葉言語化できないでちょっとわかんないんですけども、やっぱり杉山さんがおっしゃるようにちょっとなんか今の対戦格闘ゲームってなんかちょっと私泥臭いおっさん臭いとするんですよであの、まあ、グラブルとかも見るとちょっとこれあ触ってみようかなって気になるんですよね。なんでもうちょっとこうなんていうのかな、スタイリッシュ、かっこよく触れるようなあの対戦格闘ゲームを、まあ、なんかプレイしたいなっていう気持ちが、まあ、あと作り手としても作りたいなって気持ちがあるんですけど、なかなかちょっと思いつきはしないですね。なんかちょっとそのなんだろう、根性、まあ、ご根性みたいなのをもうちょっとこう 今風にしたようなものにしたいなとは思いますね。はい、桃地さん伝わりましたね。そうですね、まあ、作り手側がやっぱりいろいろ考えてくれてるんだろうなっていうのはすごい、ただ結構もう泥臭くいってもあえて、いや別にそれはそれでいいと思うんですよ、はいはい、だけどもうちょっと別の、はい、なんか、まあ、はい、ベクトルがあってもいいのかなっていう、はい、もう西谷さん的にももう、まあね、こんなこと俺ら言っちゃいけないわけですけど、あのスタイルもう散々やってますから、まあね、もうそろそろ脱却したい、なんか次の世代に行ってもいいのかなっていう気がしますね、はい、っていうね、はい、あとさっきのスマブラの話もそうですけど、はい、例えばその、まあ、ロルとか、まあ、今 DNA であったその AOV とか、うん、そういうなんかモバってジャンルとかもそうですけど、あれって、格ゲーとベクトルが真逆だけど、なんていうかな、トータルの要素は変わってないっていう考えなんですけど、つまりその操作性はすぐボタン1個で技が出て簡単なんだけど、その技の使いどころと、あとそのマップの把握だったり、今この時間帯で誰がどこにいるかっていうのを把握する空間能力って、その戦略のところにめっちゃ頭とかメモリを割いて、で操作はその代わり簡単に出せる、格ゲーはその逆で操作めっちゃ難しくて、でその瞬間瞬間のなんか対局的じゃなくて、まあ中期的な戦略でなんとか頑張ってっていう、そういうなんか違いがあって、結局なんかそのコアなガチなゲームで、あのプレイヤーが使うメモリって多分トータルで同じなんだろうなと。でその中間で格ゲー寄りなのがスマブラ でだからその格闘ゲームっていうそのなんか枠を対戦アクションっていうところまでちょっと広げて、例えばなんかその第五人格みたいな、追いかけっこだけどあんまりアクション性というかその攻撃性が少ないものに対しても、例えばアクション性を入れて攻撃性を入れて、あのなんか ただなんかリングの中で戦うだけじゃなくてフィールドをちゃんと駆使して対戦するっていうようなのも格ゲーっていうわけに言えるんだったら、もっと間口が広がるし新しいものになるんじゃないかっていうのは考えたりします。スマブラは格ゲーか格ゲーじゃないか問題だけど、論争じゃないです。論争が起こる。
格ゲーっていうのはもうそのなんか一つでも方程式先もうちみたいなのがこう決まってて、一生そこからもう抜け出すしようがないし、あのグラベルもなんかミスリーとか一周触りましたけど、なんかあれすごい一つっぽいというか、あの差し合いのゲームを作ったなみたいな、あやっぱりここなんだなってなっちゃうんで、もうちょっと枠を取っ払いたいという気がしますね。野口さんは未来に期待することなんかありますか？未来、そうですね、まあ、自分のその、まあ、割とこう開発ですとか、そういった企業のこう視点なんかで、まあ、自分はプレイヤーの視点としての観点で言うと、まあ、今後賞金とか大会とかっていうのはどうなっていくのかなっていうのはちょっと、まあ、未来への期待半分不安半分っていうのがあって、まあ、最近やっぱり e スポーツっていうのはすごい取り上げられて、大会の規模だったりとか賞金額っていうのが上がってはいるんですけど、まあ、これがそのいつまで続くのかなとか、どこまで上がっていくのかなっていうのはすごい未知数なので、その反面その賞金が上がればじゃあそれでいいのかっていう問題があったりとか、そこがやっぱりちょっと期待半分は半分っていうところなんで、なんか自分がそこに何かできることはないのかなっていうのは常々考えてはいるんですけど、なかなか難しいですね。そこに関してはちょっと私もちょっと思うことがありますね。あ、なんていうのかな、私の中にもやっぱり矛盾した考えがあって、やっぱり子供の頃からなんかこういう、まあ、e スポーツで賞金が出て晴れ々しい舞台でっていうのはすごい憧れがありましたし、はい、まあ、実際今この世の中いいよなって思うんですけど、ですけどやっぱり街のチャンピオンだとか、はい、ゲーセンのチャンピオンとかも必要だし、あとやっぱりゲームで大会開かれるってやっぱりゲームが面白いから盛り上がって開かれる、そうそうですよ、それがまあ一番王道だと思うんですけど、はい、ね、ちょっとやっぱ最近逆転してるのかなっていう気もしないでもない、賞金が高いからそのゲームを長いやる、そうそう、でそのそういう風にチューンされたゲームが作られるみたいな、そうですね、まあもちろんいいはいいんですけど、なんかちょっとやっぱり矛盾した気持ちがあって、それもなんかね、モモチさんと同じちょっと不安には思ってるんですよね、どうなっちゃうかなみたいな、はい、だからそのゲームが簡略化してるっていうのもそこにちょっとつながりますよね、はいはいはい、そのずっと長年やってるプレイヤーじゃなくても、うん、ちょっと触った初心者とかがちょっと上級者に勝てるようなゲーム性にすることで、うん、誰でもこう夢を賞金を獲得できる夢を見れるっていう、はいはいはい、まあ、もちろんいいことではあるかもしれないんですけど、そこのバランス感覚っていうのは結構、うん、ちょっと間違うと一気にじゃあもうちょっとゲーム面白くないから格闘ゲーム面白くないなって思われてしまうと、うん、そのまま格闘ゲームっていうジャンルがなくなっていって、うん、そこにはやっぱり賞金っていうのもどんどんついていかないと思う、うん、そんな結果その、まあ、いわゆるバブルが弾ける形で消えていくっていう可能性も全然ゼロではないなっていうのはあるので、この3人で、まあ、いろいろとその格ゲーをこうあってほしいとかそういうお気持ちを受けてではじゃあ3人にお聞きします。3人でもしゲームを作るとしたらどんなゲームを作りますか、今の話を踏まえてですよね。これ結構一人一人じゃなくて3人で3人で作るとしたらどんなゲームを作るでしょう。これ結構無茶ぶりだと思ったんですよ。思ったんですけど結構今日話してる中でいろいろなんか 出ませんでした。あ、まあそうですね、こうしたらいいんじゃないのみたいな、なんか出ましたよね。そうですね、割となんかその辺を茂山さんまとめて。マジですか、それは無茶ぶりです。そこで無茶ぶり、今日、まあ、その大先輩の無茶ぶりなんでイエスかハイしか答えはないんですけど、まずなんかそのガチガチの格ゲーはちょっと緩くしてもいいのかなと、まずですね、っていうのはまあ多分共通だと思います。そうですね、それは思います。で、あとはそのここ絶対譲れないのが、お客さん見てるだけで絶対面白いやつ、あそれもそうだね、だから見ててようわからんのが一番ダメで、うん、じゃないと配信映えしないし、配信映えしなかったら誰も配信してくれないから、うん、見る人もいないしで、広がれないから、そうなった時に、なんかすげえことやってるなを、どう映すのかもそうなんですけど、なんかスト2とかすごいなと思ったのは、あれってその
なんだろう、こういうの言っていいのか知らんけど、背景って270度ぐらいしか作ってなくて。そうですね、あの頃は。で、あの、なんか、しかも横移動して、どの角度から見ても正面でちゃんと見えるように、はい、結構その、後ろ背景歪めてこう、はい、騙してて嘘ついて。当時のできる限りの最先端なんだけど、ただあれってすごくやっぱり2倍するんですよ、はい、まあそうですね、はい、でなんかあのやっぱりその 3D でグリグリやってたりとかもあと俯瞰でしか画面の動きがないっていうのも、まあ、絶対テレビ局が嫌がってる、まあそうでしょうね、はい、でそこをじゃあ考えた時にそのなんか最初最後にそのどう見せるかっていうのとプレイするのって別に考えなきゃいけないんだけど、うん、次作る、なんかこういうの作るんだったら見てて面白いを念頭に置いた上で爽快感とかも作っていくっていうちょっと違うアプローチでやるとあのまた変わったというかそのなんかいいゲームできる予感はしてるからというかそれいいですね、はい、あのそのなんかもうちょっと格闘ゲームよりもちょっと緩い感じにいくっていうのは大賛成、はい、大賛成ですし、はい、やっぱ見た目わかると非常にいいので、はい、作りましょうか、作りましょうか、まあ、ボムスさんに、はいはい、挑戦していただくそうですね、ものすごく難しいゲームだよ。それ今や、今言ったら違うじゃないですか。いや、実は難しいゲーム。それ非常に大事。それ非常に大事。奥行きの話、それ非常に大事ですね。この話聞いてると、本当にそんなゲームができたら、はい、多分皆さんすっごい、あの楽しんで配信も見てくださるでしょうし、またあのやるプレイする方もねたくさん増えていいなと思うので、ぜひ実現していただけたらなと思っております。いつかですね、はいはい、今日はもうだいぶ、ね、時間があの経ってしまいました、お三人にいろいろとねゲームの過去現在未来とお話をいただきました。名残惜しいんですけれども、そろそろ終わりの時間が近づいてきましたので、最後に一言だけお願いいたします。もぐちさんからいきましょうか。メッセージ、はい、まあ、はい、感想ですね、はい、まあ、すごいあの、まあ、ご飯とかは食べさせていただくんですけどこういったイベントの場でこういったゲームの話をがっつりっていうのは今回初めてだったので、まあ、すごい楽しかったし、すごい自分のためにもなったので、まあ、今後の活動にもちょっとつながってくるかなっていうのは今日思いました。すごい楽しかったです。ありがとうございます。杉山さんお願いします。はい、そうですね、あの DNA 入ってからは結構裏方というかあのオーガナイザー側でずっとやってたんで、あれあんまりこういう舞台最近出てないんですけど、なんでですかね、自由の身になったというか、その今まで自由じゃなかった、あの一つのメーカーのゲーム以外の話をいっぱいできるのってすごい楽しいなって思う。鉄拳今日すごいめっちゃ鉄拳っていいね。本当に早くザフな食べたいな。気が重いですね。まあまあとにかくすごい楽しかったし、まあちょっと、まあ、e スポーツっていうチーム名ですけど、その e スポーツっていうのはコミュニティとか、そのゲームの面白い要素の一つっていう認識は当然ある。そういう認識でいるので、まあゲームコミュニティだってゲームイベントっていうものを盛り上げるためにちょっと今。そうですね、もうちょっとで発表できるなんかこうイベントとかもあったりして、なんかあるんですね、打ち込んでたりするんでちょっといろいろあの世の中の皆さんにあの楽しいティーのファンを提供していきたいと思いますので、ちょっとこれからも皆さん一緒に盛り上げていただければと思います。はい、ありがとうございます。最後に西谷さんお願いいたします、はい、やっぱりこれからもどんどん対戦格闘ゲームが盛り上がればいいと思いますし、はい、私もなんかね、手伝ったりできるんだったらできていきたいと思います。あと、まあ、呼んでも非常に申し訳ないですけど、すごい勝手に楽しんで収録したいやいやいや全然単純に楽しかったなって聞いたら申し訳ないなと思って、ありがとうございます、はい、さあ、ほぼね、1時間にわたってお話を伺ってまいりました。本当にありがとうございます。最後にですね、あのこちら竹谷ブースということで、竹谷化学工業株式会社代表取締役の竹谷より皆様に、メッセージをお預かりしておりますので、少しだけあの代読させていただきますね。竹谷はあらゆる分野のスポーツを愛する人に刺激を与え、激励し、その勇姿を称えることをミッションとして、ハイドレーションボトルの製造販売事業を行ってまいりました。これまで様々なスポーツ分野で積極的に多くのプレイヤーを応援し、大会やイベントにも関わってまいりました。そして e スポーツにおいても、桃地さん、チョコブランカさんのお二人が自らプロゲーマーとして活
栄に重きを置いてチームを運営されていることを応援したくシノビズムのスポンサーとなり今回の東京ゲームショウの方にも参加をしております。1993年頃より家庭用ゲーム機の周辺機器を製造し業界の活性化に貢献してきた竹谷はこれからもゲーム、e スポーツを通して人々に喜びを与えることができまたその健康を支え喜びを分かち合える企業を目指してまいりますとメッセージを扱っております。はい、ということで、今日は、ゲームの過去、現在、未来と1時間にわたってお話をいただきました。皆様お付き合いいただきましてありがとうございました。そしてトークをいただいた3人の方と大きな拍手をお願いいたします。どうもありがとうございました。さあこの後も竹谷ブースでゆっくりと五太郎をご覧くださいませ。最後宣伝に申し訳ございません。これさっきでちょっと触らせてもらったんですけど、はい、いいですねこれ。いやこれ、ね、すごい。あのそこの写真にもあるんですけど、先日の世界大会、これエボリューションの映像なんですけど、はい、自分含め、はい、あの忍びずも忍びゲーミングの所属選手たちがこうボトル片手にあのステンレスになってたんですね、はい、これすごいいいですよね。大会とっても良かったです。結構大会でも鮮度が保たれる。そうですね。桃木さんが持っていらっしゃるあのロゴが入ったのが e スポーツ用にちょっとあの、はい、ちょっとレーザー加工させていただいたもので、この東京ゲームショウだけで販売をするボトルでちょっとあの正面向かって右側に展示をしているんですけれども、このゲームショウに来ないと手に入らないボトルですので、これはここで買えるんですか。はい、お買い求めいただけます。はい、まあ、多分ダメだと思うんですけど炭酸って入れられるんですか。炭酸は入れていただいても大丈夫ですけど、あんまりおすすめはしないですね。なんかシュワシュワしたやつ入れたいな。ダメですね、シュワシュワしてしまいますので、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。皆様ありがとうございました。